マチオの筋肉講座。というわけでチェストマシンの魅力について説明するよ。正式な名前はチェストプレスマシン。ジムに入ってない人でも見学に行けば試させてもらえるかもしれないよ。ベンチプレスは大胸筋を鍛えるトレーニングだけど、他の筋肉も使う必要があるんだ。結果、大胸筋だけではなく三角筋や上腕三頭筋といった周辺の筋肉にも負担がかかってしまう。一方、チェストマシンは軌道が固定されているためバランスを取る必要がない。つまり三角筋や上腕三頭筋にかかる負担はベンチプレスよりはるかに少なくなるんだ。さらに言うと、チェストマシンはベンチプレスより効果的に胸の筋肉だけに負担をかけることができる。目的に応じてフリーウェイトとマシントレーニングを使い分け、より充実した筋トレライフを目指そう。